パラマウントニュースが暗号所歴訪の旅の特報をお伝えいたします。ヨーロッパ最古の王室の王位継承者であるこの若く優雅な王女は、イギリスにおいてバッキンガム宮殿ご訪問をはじめとする3日間にわたる公式行事を終えられた後、プーロアムステルダムへ向かわれ、国際救援ビルの開館に立ち会われました。その後パリをご訪問、自国と西欧諸国間の親密化を目的とした数々の祝宴及び会合にご出席、パリ市民の熱烈な歓迎を受けられました。次のご訪問地はローマ、王女はいよいよ初夏の永遠の都へと向かわれます。本当にアン王女だ。ああだ。インタビューはどれぐらいの値打ちがありますかね。それだけの特ダネならどこだって5000ドルは出すだ。5000ドル。ジョー・ブラッドレー、すなわちヤクザなローマと会員の代名詞。はじめまして。はじめまして、ジョー・ブラッドレーです。お会いできて嬉しく思います。僕の方こそ君に会えてすごく嬉しいよ。で、君の名前は。アーニャって呼んで。だけでいい。ただ自分のしたいことだけをして過ごせたらって。髪を切ったりジェラートを食べたり。パブのテラスに座って道行く人たちを眺めながらお茶を飲んだり。5000ドルの儲け話だぞ。5000ドル。何を取るんだよ。王女様、ローマの街を行く。さあお待ちかね、ローマ在住アメリカ人の中でもピカイチのローマ通、永遠の都の観光案内はこのアービング様にお任せあれ。あなたのための最新ガイドマップ、美術館 NO、 宮殿 NO、 教会 NO、 ママミーヤー。ローマに来たら君が思っているように善良な男じゃない。でも君と一日過ごした僕は、君のためなら。この地を訪れたことを決して忘れないでしょう。私が生き続ける限り。